古城ってのはあの山の上の建物だ。昔この長部を治めてた豪族の城だって話だ。シェンファはあの城に。それは。出来の悪い模造品か。なんかの役に立つかもしれねえな。もらっとくか。いざとなったらこいつを奴らに掴ませるんだ。ふざけるな。もし偽物だとバレたらシェンファが。何をふぬけたこと言ってやがんだ。その鏡はお宝の鍵だろうが。ダメだ。お前の考えに乗るわけにはいかない。けまあいい。とにかく向こう岸に渡る船がいる。お前は船を用意しておけ。ああ。お前は。俺様にもちょっと考えがあってな。準備ができたら乗船所の2階に来い。わかった。すいません。困るんだよね、釣り場でうろうろされちゃ。聞きたいことが。対岸の古城へ行く方法を知りませんか。知らないな。対岸へ行けるもんなら行って釣りしてるよ。そうですか。すいません。うん、わしに言おうかの。対岸の古城へ行きたいんです。あの城にか。悪いが先約があっての。え、前金でもらっちまったからしばらく船は出せんのじゃよ。どこぞの成金らしいが、いつになったら来るのやら。すまんが他を当たってくれんか。そうですか。すみません。いてててまた膝の具合が。わしも年だな。対岸の古城へ行きたいんです。船を貸してもらえませんか。あの城にじゃと。あいにくじゃが船底に穴が開いちまっての。修理はできないんですか。修理はしておるが、はてさて、いつ治るやら。悪いが、他を当たってくれんかの。そうですか。すいません。あなたも釣りですか。よろしければ開けますよ、ここ。いえ。聞きたいことが。対岸の古城へ行く方法を知りませんか。僕は知らないけど、対岸へ行けるもんなら行って釣りしてるよ。そうですか。すいません。全然釣れないよ。あんたも釣りに来たのかい。対岸の古城へ行きたいんです。あの城にかい。それなら漁師に頼めばいいよ。いくらか渡し賃がいるけどね。ありがとうございます。
すみません。いや、迂回見物かね。対岸に渡る船を探しているんです。貸してもらえませんか。まあ俺のちっこいイカダはあるが、乗るのは兄さん一人かね。いえ、俺の他にあと一人。それじゃあチート無理だわ。俺とウだけで定員一杯だからな。向こう岸に着く前に沈んじまうぞ。そうですか。どうしても対岸へ渡りたいんです。心当たりはありませんか。船持ってるやつに頼んでみなよ。そうですか、わかりました。すいません。釣りはいいね。釣り糸を垂れて水面を見つめる、最高に贅沢な時間だよ。対岸の古城へ行きたいんです。あの城にかい？それなら漁師たちに頼むといいよ。私賃を払えば船に乗せて行ってくれるよ。ありがとうございます。すみません。なんだ、今日は漁はしねえぞ。対岸へ渡りたいんです。向こう岸に？はい、船を貸してもらえませんか。おいおい、リコをなめちゃいかんぞ。え？このくらいの大河になるとわしら迂回のイカダでは渡れん。そうなんですか。イカダは浅くて流れのないところでしか役に立たんのじゃ。行きたいのなら船を探さんと。船ですか。どこへ行けば船を借りれますか。知らんな。そうですか。対岸へ行く船が見つからない。バイさんに聞いてみるか。すみません。おや。対岸へ行きたいんです。船を貸してもらえませんか。対岸へ？はい、レッドスネークにさらわれた知人を助けなくてはならないんです。うん。お願いします、時間がないんです。危険と分かっている場所に行く手助けをこのわしにしろというのか。それは。あの対岸の古城とやらは人が寄りつかぬのを良いことに、怪しげな者どもが根城にしているとも聞く。え？レッドスネークの一人や二人を相手にするのとはわけが違う。そんなところにお前さんのような未熟者を。それでも行くしかないんです。言うて聞くような男でもあるまい。え？船を用意してやると言うておるんじゃ。あ、ありがとうございます。しばし待て、朝までには船を用意しておく。わかりました、お願いします。レン。ああ、船は用意できたか。ああ、バイさんが力を貸してくれる。またあの憲法じじいか。明日の朝、漁港の桟橋にバイさんが船を用意してくれる。明日の朝だな。よし。
レン、ここでうろつ、てめえの寝床。そうだ。シリン、どうしてここに？俺様が呼んだのさ。な、え？うん。バイロー氏、先導は？わしが連れて行こう。お前たちだけで行かせるわけにはいかんからな。え？